はい、おはようございます。グッドモーニング、グーテンターク。はい、どうもおはようございます。江戸セポネです。人です。二人合わせてニューウェーブです。はい、ということで決まりました、はい、今回もね、人と江戸セポネのニューウェーブ大人気企画、もはやもうこれしかやってないと言っても過言ではありませんね、はい、ジャックポットボートレース 2!本日の日付3月15日金曜日、はい、朝の9時半というところで、はいはい、今日ね、しょくんがね、琵琶湖の方で配信があるんですけれども、はい、ちょっとその前にね、ちょっと仕込んでおきたい目がどうしてもありますので、はい、まあ半ばもう強制みたいなもんなんで、これ相談の余地あるんですか？毎度思うんですけど。いやいや、あなたの方から、だってあなたから何もご提案ないじゃないですか。いや、私は声をかけないでくれと言っているんだよ。じゃあ何か提案をしてこないと。本当、君何年社会人やってるんだ。あ、そうですね。まあということで、ね、いいでしょう、提案の方いきたいと思います、はい、ということでね、ジャックポットの出目を相談していきたいと思うんですけれども、うん、実はね、今日あなたは琵琶湖をやってるから知らないかもしれないんですけれども、はい、今日ですね、はい、ちょっとしたお祭りが始まるっていうのをご存知ですか？お祭り、はい、ボートレース界のホワイトデー、昨日ですね。昨日か、はい、総理大臣杯ですね。あ、一般戦、あ、一般戦、まあそうだね、一般戦、まあ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 、まあまあ、我々からしたら一般戦よ、うん、ただなんか世間では SG って呼ばれてるらしい、なんかスペシャルって言われてるらしいよ。最近ではそう呼ぶんですね。まあ注目度の高いレースが行われるわけなんですけれども、はいはい、我々もやっぱりそこに便乗したね、はい、企画というか目をやりたいなと。あ、まあ確かに最近はそういった条件を絞って出目を抽出していくっていう方にシフトしてますからね。そう、今回 SG は上は戸田です。ちょっと過去のね、戸田の SG を調べてみたんですよ。はいはいはい、このデータを見てほしいんですけれども、これね、2012年の総理大臣杯、まあ名前が変わる前ですよね、はいはいはい、でこれ初日、これデータ見るとですね、やっぱりね、やっぱ戸棚だけがあって、4枠は結構やっぱ初日とか例えばもう5、6回勝ってるんですよ、5回か、はい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 、でまあ出目とか見ると、まあ4、1、2とかね、初日1レース、はいはい、これでまあ満州1万7千とか、はいはい、例えば2レースとか、まあこれ4、5、2、まあ60倍みたいな感じで、ただね、これ2012年なんですよ、はい、でこれ多分だけど、うん、まだギリモチペラの時か、だからちょっとこれは参考外だなと思ったんですよ。ただやっぱり4コースが強いっていうのはまあ傾向としてある、はいはい、4コースから正直買おうかなと思ったんですよ、はいはい、ただ首都君にはね、はい、5年前の記憶をちょっと遡って、はい、このレース覚えてますか？このレース覚えてます？あの、実はこれね、収録してる。そうだ、これクラシックだったよね、渡るくん初めて登場した時って。そう、彼は最初初期の頃いなかったんです。そうですね、彼が本当に一番最初もうゲストとして登場した時、まあ素人予想を信じてかけてみたっていうレース、はい、渡るくんは戸田クラシックデビューだったってことですね。なんとも贅沢なね。贅沢ですね。我々なんて多摩川の一般戦でしたから一般戦でよくわからんレースをやってました、うん、記念すべき一番最初のレースだった。これ多分最初か2つ目のレースだったんですけど、はい、この戸田2レースちょっと見ててください、はい、このレースどうなるか覚えてる？いや、全然覚えてない。全然覚えてない、はい、あ、はい、あ、でも4が攻めそうな、あ、6がいく、あ、いや5が逃げた、逃げないか、6頭だね。君このレース覚えてない？全然覚えてない。あ、そう、なんかクソほど負けた記憶はあるけど、うん、はい、6-5、6-5に、なんかめちゃくちゃ高そうですよ、うん、これやばいやつですか？で、6-5ですね。まあ、ちょっとこの後あの配当が出るんですよ。まあ今これ6-5になってるんですよね。はいはいはい。全然覚えてない。10万周1549倍です、はい、とんでもないですね、はい、でこれね、結果的にまあ6-5に決着して10万周ゲットし損ねたんですけど、はいはいはい、僕はこれ未だに鮮明に覚えてたんですね、はいはい、俺本当にこれ悔しくて、はい、あの時の思い出を今取り返そうと、取り返そうと、この目で行こうじゃないかこれで行くんですか？1点ですか？さすがに1点は厳しい。まあ話はちょっと戻りまして、はいはいはい、さっき4コースが強いみたいな話をずっとしたじゃん、うん、で特大満州を取りたいってなった時はもう一個外なんだよ、ね、先と先、まあ、5なり6なりと、そう5なり6なりを
頭にした船券でようやくジャックポットらしさが出てくるわけ。確かに確かに、後輩と言ってますね。そう、さらにはやはりあの時の思い出、二軸で行きたいね。2は死にコースと言われているような。そうそう、2は死にコースって言われてるからこそ、ちょっと前置き長くなりましたけれども、はい、今回提案したいデメはね、まず56頭に1456、23着折り返し。なるほどね、はい、3は消すんだね、はい、でもうこれ戸田一本です。私はこの5年前の思い出の忘れ物を取り返しに、はい、なるほどね、うん、いかがでしょう。いやいや、いいんじゃないですか。いいですか。目としても別に申し分ないし、うん、ストーリーもいいし。じゃあこれで、はい、まあ、正直このストーリーで買うんだったら渡るくんここにいないとダメなんだけどな。はい、ということでちょっと、買っていきたいと思います。まずもう1万5000入金してるんで、でも今回ね、まあ、僕にとって、まあ、さっきもちょっと動画での冒頭でねお話ししましたけれども、ちょっとこれ僕の思い出を取り返すってやつですね。やっぱね、なかなかないと思うんですよ。同じ場で同じ、グレードレースが行われるっていうのは、これはなかなかないチャンスだと思うので、僕はあの時、あの5年前に戸田で置いてきた忘れ物を取り返したい。もうその一心ですよ。はい、まあまあとりあえずね、これで私の思い出の目は、買わせていただきましたので、これで、どうなるかですね。はい、 OK。 まあ今日もリーズナブルですね。14,400、満州1本でペイと。はい、はい、ただいまの時刻17時24分と、琵琶湖の配信が終わりました。お疲れ様でした。はい、大丈夫大丈夫ですか。ちょっともう怖いです、ボートは。あなたがね、招いたことなんだよ。いや、もう恐ろしい。あなた一瞬10万以上プラスになってたでしょ。15万以上浮いてました。浮いてましたよね。はい、恐ろしいです、ボートは。はい、はい、それは一体どのような。全部なくなりました。たった5レースぐらいで。まあ、あの一体どのようなことになったかっていうのを、ね、知りたい人は、はい、アーカイブ見てください。琵琶湖のアーカイブ見てください、はい、じゃあちょっと早速開封をしていきたいと思います。確かね、1万5000円入金して1万4400だから、多分ね600円残し、600円残ってるはずなので、今からちょっといつも通りスクロール方式でいきたいと思うんですけども。そう、ね、はい、まあまあまずはゼロの確認からいきましょうかね、はい。いや、俺はね、やっぱりあの悔しいと思ったね、あの気持ちを未だに忘れてないよ、はい、よく覚えてましたよね、その。俺全部覚えてるから。俺記憶力だけはね、マジで、うん、一流だからね。ゼロは確認できました、はい、で次、はい、まあ、何かしらいれば的中確定と。そうですね。しかも今回の目もやはり的中確定してたらでかい、ね、まあそうだね。で1個言い忘れましたけれども、うん、戸田の56頭、はい、直近1年の出現率、はい、合算で約 10% あります、うん、あ、まあまあ来るんだ。そう、この 10% を引きに行く作業。わかりました、はい、ちょっと 10% 引きましょう。はい、お願いします。いや、まだわからん。やばいな、 9しか望めないんだもうこれ。引けないか。10%を12回やってんのよ。引けよ。いや、わかんない。ちょっとわかった。ちょっと SG だから、もしかしたら綺麗な目が出てるかもしれない。うん、ああ、まあまあワンチャンだから別にこれで確定ではないから、ね。そう。僕以外だそう。なんか変な数字。お疲れ様でした。お疲れ様でした。せーの。ということで、結果一覧見ていきたいと思うんですけれども、次なんでしょう、でかくしますけど、はい、なんだこのつまんない配当。1、ん、2か、2だから、うん、言うてよ。硬いとか今もう3が来てるけどさ、
ちょっとこれ、まあ、結果論っていうか、まあ、買うつもりはなかったけどさ、一個なんか嫌だなと思ったのこれね。浜名湖ね。うん、浜名湖でよかったんじゃないか。いやもうそれだといろいろと変わってくるのよ。お話が、話がね、いやー今日無理だったか。面白いのは出てない。なんか全体的におとなしい一日ですね。確かにね。まあでもこれ、まあ、一発で決まるのも難しいからね。6日間あるし。まあ確かにね。はい、ということで、今日ねちょっと今緊急で動画回しております。というのも昨日僕本当は昨日の動画で1本で完結させる予定だったんですけれども、まあちょっと的中ゼロってそもそもどうなんだいっていうのもあったし、あと単純に悔しい。まあとりあえず今自宅にいるんですけれども、まあとりあえず家でまあ一人でこれ買って当たったら、まあ、どうするかちょっとまあおいおい考えますけど、まあ負けたら僕一人でね負担しますよ。さすがにこれ普段ねあの首都君と乗り打ちでこのジャックポットやってるんですけど、首都君にはねちょっとなんかもう一回やろうっていうのもちょっとはばかれるんで、もうだったら僕がね一人責任持って、未然に切ってこれ自分のね思い出リベンジ戦したいと思います。はい、ただいまの時刻はですね、はいこちら5時半っすね。3月16日、江戸セポね泣きのもう一回泣きのリベンジ戦をやっていきたいと思います。はい、俺多分これ一人でやるの初めてじゃないかな。はい、一応ね僕まだ結果も見ておりませんし、残高はまあ残り確か600円、だから昨日と同じ状態で、やりたいと思います。今回初江戸セポねソロの絞りやっていきます。いやーこれ初絞りだからねちょっと緊張するな。ちょっとあのもし先にピロって見えちゃったらごめんなさいね。あのちょっとまだ不慣れなものでね。はい、じゃあまず、こちらがベッド数というところで、さあ頼む。よし、ね、もうねあの今までなんか首都君主導で絞りやってたから、なんかその楽しさ汁の出し方っていうのがなんかね視覚的なものだったけど、今回ね指、俺の自身の指をね返すことによってねまた刺激が倍増してるからね。さあ行くぜ。さあゼロだ。問題はこの後ゼロが出なければもう激アツ、ゼロ以外だったら俺の勝ち。行くぜ。Oh my god! Are you serious?No, this has to be 5. Dude, this is 5, right? No. Let's do it again. This is not 0. I'm sure, I'm 100% sure that this is not 0. Oh my god. We made it, guys. We made it! Oh my f***ing god. Shit. Holy shit. No, this is crazy, man. No, we have something here.I'm 100% sure we have something here. Oh my god. Okay, let's keep going. Let's keep going. Okay, I see 5. Okay, 5. Good. Yeah, I know. Okay, that's what I'm talking about. That's what I'm talking about. Now, what do we have here? What do we have here next? Okay, この4桁目の数字結構重要になってくるね。まあ、ハイヤーであればハイヤーでいいんだけど、ローだとちょっとどうだろうな。まあ、多分ね、5、6、まあ、桁的に、買ってる目的に、そんな低いのはないと思うから、まあ、低かったら多分満格になると思う。OK。じゃあ、ピールしてみましょうか。Let's reveal the fourth. ん？なんだ ?3 or 8だね。やべえ。こんなに興奮するんだ。一人でめくるって。はあ、ちょっとパンプしちゃってるよ。心臓が。はあ、OK。Let's keep going. No. Don't cut. Keep going. Eight! いや、でも微妙だな。目的に512とか、そこら辺で8000とかっていう桁も十分あり得るから、まあ7000か。まあとりあえず、なんか会ってくれって感じだね。うん。頼むよ。Okay, here comes the final peel. Let's go.Holy shit, oh my god. No, I see you, man. I see you. It has to be 3 or 8. Again, これ超熱いやつだよ。
よし、よしよしよし、よ、よ、よ。ああ、OK、OK、OK。で、そう、やばい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 。これ8だったらどうしよう。これちょっと動画にできないかも、8だったら。ああ、絶対切る、絶対切れんなよ、絶対切れんなよ、絶対切れんなよ。どんか、つけてみます。切る、切るかも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 、切る、あ、切れてるね。まあ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 いいでしょう。はい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 。だってこれ、I spend like 15,000 yen。ってことは、もうこの時点で 23,000 yen 買ってるっていう感じだね。ふぅ !Victory! 開封の儀。いきます。Let's open the door! Here we go! 3, 2, 1, fire! ナットバット、ナットバット、はい、ありがとうございます。正直もうちょっと欲しかったな。はい、ということで、ちょっとね、残高紹介を見てみましょうか。はい、あー、なるほどね。はいはい、14,400で37,850の払い戻しと。ちょっと的中見てみますか。あ、一撃だったんだねこれ。612か。まあいい目だね。てか6頭で取ったの。ちょっと配当、どうなんだろう6の割に。はい、ということで、これでですね、一応まあ見てるんですけれども、これ取ったんだね、最終12レースの。てかなんでこれ取れてないの。9レース5、あ、3切ってたからか。いやそりゃないぜベイベー。39,000。まあでも6頭より高いの。いやーマジか。ちょ、せっかくなんでちょっとこれ見てみますか。出走表見てるけど、あ、桐生純平選手の陰線ね。はいはいはい、そりゃ高いですよ。でまさかこんな平本選手来るとは誰も思っちゃいないだろうし、いやーこれは熱いな。まあ、せっかくだからちょっとレース見てみる。はい、ということでちょっと今ね、当然12レース最終12レース取ったやつ見てるんですけれども、いやーまさか取れるとは思わなかったわ。でもよくも言えばもうちょっと配当欲しかったね。せっかく6頭取ってるんだったら。だってどうせみんなこんなの6頭買わないでしょ普通に考えて。どうなったの。はいはいはい、でこれで、はい、5が攻めて1と喧嘩、6ずっぽし、うお、てか1飛んでるやん、1飛んでる。いやーでも 6-2 じゃん。てか絶対 6-2 の方が高かったでしょ。なんでここから 6-1 になるの。いやまあ腕か結果的に。でで、え、怖、俺3勝ってないよ、怖。はいはいはい、でこれで 6-2。 いやーでも気持ちいいねこれ。6型を持ってたらめちゃめちゃ内股になってるやつだね普通に。まあ買ってるんだけどさ。そして3が怖い常に。あーなるほど、ここで6-1になっちゃったのか。え、てか6-2-1 600倍あったの。うわー悔しい。いやーなんかちょっとあれだね、あの下振れ引いちゃったって感じだね6頭の。いやーでも誰か多分買ってたんだな6頭610みたいな感じで。じゃないとおかしいもんね平本選手の。いやーこれは悔しいな。なんか当たったけどちょっと悔しいけど、まあまあでも、でもようやくちょっとね、あの5年前のあの悔しさをちょっと軽減するような、もう完全にこうリベンジしたっていうよりも、なんかちょっとね、あのつまんだ程度に返してもらったって感じだね。うん、いやーこれはやばいね。はい、612。まあまあまあでもいい、いいレースでした。はい、もう展開ずっぽし、もう予想通り、これを望んでた。ということで今日もね、楽しいジャックポット
となりましたので、また次回もね、また違ったリベンジ戦を行っていきたいと思います。そのリベンジじゃなくてもね、何かこうジャックポットでこういうね買ってほしいなみたいなご要望とかもありましたら、ぜひね視聴者さん、ご要望などをコメント欄に教えてくれたらありがたいです。それではまた次回別のデメでお会いしましょう。ジャックポットボートレース2リベンジ戦でございました。 See you next time。 あとね、 Don't forget hit like button and don't forget to subscribe。バイバイ。ピース。